家系準備は、埼玉県越谷市出身の女子プロテニス選手、伊予銀行所属。早稲田大学卒業。6歳からテニスを始める。堀越高校では1年で全日本テニス選手権、ベスト16、3年で全日本ジュニア選手権優勝を果たす。早稲田大学でもインカレで優勝。卒業後に、プロ転校。全日本選手権では2006年ダブルス。 2007年混合ダブルスで優勝。2007年シングルスで準優勝。2012年ダブルスで優勝している。2011年に初めてフェドカップの日本代表選手に選ばれた。タイで開催されたアジアオセアニアグループのラウンドロビンに出場し5戦全勝の成績を挙げ、ワールドグループ2プレイオフの進出に貢献した。 4大大会では2011年の全豪オープンでシングルス初出場。1回戦でレベッカ・マリーノに2から6、6から4、3から6で敗れ初戦突破はならなかった。全仏オープンでも1回戦でアレクサンドラ・ウォズニアクに1から6、1から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。